では再開していきます。ペーパーマリオ RPG 実況プレイやっていきたいと思います。ワッホイブッチです。前回はウーロン街でね、最後ガンスと戦いまして、無事にガンスを倒し、スターストーンを手に入れることができましたと。で、今、前回ね、最後に、スターストーンをはめるところからって言ったんですけど、帰り際にね、なんか、メールが届いたので、ピーチ姫からですね、読んでいきたいと思います。マリオへ大変なことが分かりました。彼らの目的は、世界を征服することが、征服することだったのです。そのために、スターストーンを集めて、伝説の宝を手に入れようと企んでいるのです。宝が何なのかは分かりませんが、とにかく急いでスターストーンを手に入れてください。私もできる限りの情報を集めます、ピーチより。世界征服、なんだか大変なことになってきたぞ。おー、これだけか。これだけか。じゃあ、また、そうだね、スターストーンはめに行こうか。じゃあ、カットでーす。ここから行っても近いよね。そうでもないか。あ、カットじゃねーよ。カットじゃねーよ。よしで、いけるよね、ここ。わっしゃー、いける。これ壊せる？あ、これはまだ壊せないのか。これ何？え、何これ？薄暗村へ。これなんか、あれかもしんない。これあれかもしんない。薄暗村って書いてあるけど、これあれじゃない？次の世界っぽくない？これ、ここは？あ、裏出てきた。すげえ。なんか昔のマリオっぽい。昔の1の2とかにこんなのはなかったっけ？あ、星のかけら。薄暗村ね。暗いのかな？暗いんだろうな。超安直な回答しか出てこないけど。感想しか出てこないけど。よし、これで星のかけらゲット。こっち何もないよね。どうなった俺。そこまで落ちてくるもん。ありがてえ。超便利。あとさ、そういえば。頑張れ、よし。そういえばさ、ここの先だっけ？こっちだっけ？なんか壊せるはん、なかったっけ？壊せるの。あ、ここじゃねえわ。ここじゃないか。ここじゃないね。どっかにさ、そういえば壊せるなってね。あ、てか、アイテム変えるか。なんか買うアイテムある？いや、ねえな。ウルトラキノコとかも買えないし、ジュワジュワキノコとかもいらんしな。なんか情報あるかな？情報は。情報や、不思議な袋のことをお教えする。ほう？百階ダンジョン注文があるのは知ってるでやんすか？うん、知ってる。百階ダンジョンの中頃に不思議な袋っちゅうアイテムがあるって噂でやんす。その不思議な袋を持ってると、なんとアイテムを20個まで持てるようになるでやんす。え？マジで？アイテムをたくさん持てれば冒険もぐっと楽になるってもんでやんす。冒険者ならぜひとも欲しいものでやんすね。え、欲しいそれ。え、何階で取れるのか教えてほしいな。謎の組織のことを教えするでやんす。謎の組織。頭に覆面をかぶった、バツマークのコスチュームのやつらで、何やら伝説の宝のことを、こそこそかぎまってるでやんす。あ、バツガルフのこと？地下のどこかでピカピカ光る石を発掘したという話も聞いたでやんすが、何をしてるんでしょうね。遊戯場のこと、あ、遊戯場あるの？あー、ごめんごめん。遊戯場には実は一般には隠された秘密のゲームがありやして、特別な会員のみがチャレンジできるらしいんですよ。旦那がもしそのゲームにチャレンジしてるんであれば、メンバーカード、あー、シルバーカード、ゴールドカードみたいな感じか。これあれじゃない？ノコジロの依頼みたいな感じのやればいいんかな。他には？ゴロツキタウンの伝説。ものすごいお宝が眠っている。まあ、地下にね。なんでも大昔に滅んだ町の財宝だそうで、まあ世間では所詮おとぎ話だと言ってやがるですかね。足掛けとして情報によると、どうやらそのお宝伝説は本物らしいんでやんすよ。え？どこからその情報を入手したかって？そいつは言えねえでやんす。いわゆる企業秘密で、でやんすよ。ということで、またね、え？それは、これはスターストーンの話かな？大きな扉のこと。この地下のどこかにとても大きな扉があるでやんすよ。足はまだ一度しか見たことないんでやんすが、もし本当にこの街の地下に財宝があるっちゅうなら、その奥が怪しいと足は睨んでるでやんすよ。でも前に扉を見たとき、なんだか危険な、とても危険な匂いを感じたでやんす。それ以来足は一度もその大きな扉に近寄ってはいないでやんす。これは、千年扉のことか。お悩みセンター。うん。
この、この月タウンの東エリアにはお悩みセンターという施設があるでやんすよ。それは行ってないね。そこには何か困っている人の頼み事が貼られていて、頼み事を解決すると、それに応じた報酬がもらえるっていうことでやんす。時々、とてもいいものを報酬としてくれることもあるでやんすよ。ということで、そんだけ?クルリンパネル。ああ。クルリンパネルっていうのが不思議な床があるちこちある。クルリンパネルの近くでクルリンジャンプをすると床がめくれて星のかけらが出てくるでやんす。ただしクルリンパネルは見た目の普通の地面と変わりやせんから見つけるのはちょっと大変でやんす。ちなみに足のすぐ前でクルリンジャンプをしてみるとクルリンパネルが目あ、え、そうなの?え、ちょっと待って。テレサのプライベート、え、ちょっと気になるけどちょっと待って。あ、ごめん、ちょっと待って。あ、これか。よし、邪魔。ちょっと待って、テレサのプライベート気になるんだけど。これこれこれ。ゴロツキタウンの遊戯場にいる受付のテレナちゃんのことでやんすけどね。鉄格子からではお仕事モードで相手をしてくれないでやんすが、どうにかして鉄格子の中に入ったらプライベートなおしゃべりができちゃうらしいんですよ。ただもう一度テレ、はい。ということで、また何か、はいはいはい。看板の裏のこと。やべ、結構がっつり聞いてるな。この街のお店の前に、いろいろな事件が書かれた看板があるんですけどね。この看板の裏には落書きする人結構いるんですよ。ああ。これがまたいろいろなことが書かれていて、足みたいなものの飯の種になったりするんですよ。旦那もこんなの覗いてみるといいです。ああ、よく聞くやつだね、あれ。なんかある。まじないしのこと。まじないしはあったね。サンデール。彼女のマジでかけてもらうとバトルの時にいいことが起こるって話でやんす。しかもそのハンデ、サンデールがなかなかの美人で、誰でも一度会ってみるといいでやんすよ。ということで、また何か、あ、オッケーオッケーオッケー。怪物の弱点。怪物?この世界にはいろいろな怪物がうろついているでやんすが、中には弱点を持ってる怪物も多いんでやんす。炎の怪物は氷に弱く、逆に氷の怪物は火や炎に弱いっていうのが基本でやんすが、他にも飛んでいる怪物は目を回されることや強い風に弱いっていうのもあるでやんす。珍しいところでは、機械や雲の怪物は氷状態にしやすかったり、パックンフラワー中花の怪物はすぐに眠ってしまうといったような特徴もあるでやんす。へぇー。何でもいろいろ試してみて怪物の弱点見つける。へえ、そんなのがあるんだ。で、氷属性があるんだね、今回。バトルのテクニック。え、なんかやばい。俺どんどんこいつにお金使ってる。バトルで観客を集めアクションコマンドを決めるのが一番。そのアクションコマンドも連続で決めるほど観客を集める効果が高いでやんす。あと、早く敵を殲滅し、全滅させたり、先制攻撃を決めたりしても観客が増える。覚えておくといい。うん、オッケーオッケーオッケー。チビヨッシーの色。ああ、俺緑だよ。はるか南、遠い遠い、それよりもさらに遠い島にヨッシーたちが住んでいるでやんす。ご存知の通り、ヨッシーたちは卵から生まれるんでやんすがね。生まれた時の状況によってチビヨッシーの色はいろいろ変わるって話でやんすよ。つまり何色のチビヨッシーなのか生まれてみてのお楽しみってことやんす。ところで旦那のお仲間のチビヨッシーさんはなかなかいい色をしてるでやんすね。きっと将来立派なヨッシーになるでやんすよ。ということで、また何かありやしたら新恋にかけるでやんす。ほうほうほう。この前見た出来事のことを5コインでくれるって、お前、うまい商売やってんな。この前街でピンク色の服を着たすんごい綺麗なお嬢さんが歩いていたのを見たでやんす。え?あれきっとどっかのお姫様かなんかで、ピーチ姫じゃん。物売りのばあさんから何かを買った後、しばらく街をうろうろしてたでやんすが、街の裏通りに入った瞬間、怪しい覆面の連中にさらわれていったでやんすよ。あ、これオープニングだね。おそらくそれを見ていたのは足だけでやんしょう。いえ、それがどうしたっていうわけではないんですけど。こういう裏情報を知ってると時々いいこともあるでやんすよ。つくしんぼ?何それ?あ、ドラゴン。そこに青と水色のしましま模様のついたキャンディーバー注文が生えてるんでやんすかね。どこかのキャンディーバーを10回叩くとつくしんぼが手に入るらしい。旦那もドラドラ平原に行ったら探してみるといいね。おー。オッケーオッケーオッケー、わかった。Z ボタンのこと?え?これだね。ちょっと便利な操作。Z を押すと、うん。あ!これね、どうやって戻すんだろうってね、めっちゃ迷ってたんだよ。めっちゃB押しても戻んねえからなと思って。あ、Z で戻るんだね。おー、ありがとう。これはありがとう。あー、オッケーオッケー、情報全部終わったわ。あ、やべえ、100コイン近く使ったわ、こいつ。マジか。結構使っちゃったな。まあ、いっか。よし、じゃあ、あれ、ここ開かないんでね。
ッケーオッケーオッケー。じゃあ、千年扉に行きましょう。カットです。はい、ということで、千年扉の前にやってきました。で、四つ目の炎を灯しましょう。炎じゃねえや。あのね、コメントでね、これをね、コンロの火って言っててね、それにしか見えなくなっちゃったんだよ。編集中にね、これ、コンロの火にしかね、見えなくなっちゃってね。コメントありがとうございます。ということでね、はい、三つ目のスターストーンを灯して、次はどこかね。ん、左下だ。あ、なんかテレサのお屋敷みたいの出てきたぞ。お、赤いスターストーン、かっこいい。はい、地図を書き示して、どこここ。四つ目のスターストーンの場所だぜ。フランクリ先生って人に呼んでもらわないとな。でもそれよりピチ姫からのメールのことも世界先生に知らせないとな。あ、そういえば、ヨッシーは初めてか。フランクリ先生に会うの。なにー？ピチ姫をさらった連中の目的が世界征服だと？ああ、そして、そのために伝説の宝を必要としてるみたいだぜ。ムー、事態は思ったより深刻になっているようだぞ。実はな、わしの方で伝説の宝が一体何なのかを調べておったのだ。そしたら、とある本に宝についてとんでもないことが書かれておった。なんでも伝説の宝の正体は恐ろしい災いだというのだ。千年前の地下に、ま、地下の町に滅ぼしたと言われておる。ん？千年前の地下の町を滅ぼしたと言われておるあの恐ろしい災いだよ。じゃあ奴らはその災いの力で世界征服を企んでるということかい？何をどうするのかわからんが、可能性はかなり高いだろう。こうなった以上何としても奴らに伝説の宝を渡してはならぬ。奴らの手に渡ったら、それこそ再びこの町が、いや世界が滅んでしまうやもしれぬからな。じゃあ先生、次のスターストーンも早く見つけねえとな。うむ、地図によれば次のスターストーンは薄暗村。あ、もう行ったぜ。薄暗村？実を言うとわしもよく知らんのだよ。なんでもその名の通り薄暗くて気味の悪い村だという話を聞いたことがあるが、ちょっと待っておれ。おう。うむ、薄暗村へ行く土管も町の地下にあるようだの。ちょうど西エリアの下のあたりだ。西エリアの下、あ、やっぱりあそこか。すぐ出発。オッケーオッケーオッケー。だだね、ちょっと待って。おい、またメールが届いたよ。メール？これあれじゃないの？ああ、え？残りに。早く帰ってね。マリアさん、ノコ太郎元気ですか？私はノコ太郎がいなくてちょっぴり元気ないかも。ノコ太郎の家に入るとね、ノコ太郎の匂いはするのに、ノコ太郎がいなくなって、なんだかとっても切ない気持ちになるの。最近、ノコ吉さんの匂いになっちゃったし、あ、そうそう、ノコ吉さんってちょっぴり変な匂いするのよ。ゴンババのお腹の中にいたからきっとあれはゴンババの匂いね、ちょっぴり嫌かも。カレー臭じゃない？でもいつか私もパパに、私のパパになるわけだから、今のうちに慣れておかなきゃ。あ、私ったら何書いてるの？ば、恥ずかしい。でも送っちゃおう。えへへ、残りより、うわ。なんでこいつ普通に人ん家入ってんの？そういうことを言っていけません。でだよ。そう、俺が行きたいのはこっち。もう3つくらいあるでしょ。多分あるよ。多分あって。あるよね。あ、社員足りねえ。社員足りねえ。あ、マジか。あ、畜生。甘子をあげたかったのに、どっかいないかな？一個くらい取れる場所ない？取れる場所ないかな？探そうぜ。これはまだ開いてないか。これなんだっけ？あ、ここお悩みセンターか。お悩みセンター。で、ここは？内側から鍵が、あ、なるほど。どっかになんかなんかないかな？ごめん、ちょっと待って。ごめん、ん？ごめん、ちょっと待って。なんかこれおかしくね？おー！なんかさ、
なんだろう、一瞬だけ目がさ、なんか変な感じになってさ、壁歪んでたんだよね。へへ、今日もカードでイカサマしてボロ儲けしてたぜ。けどちょっと足がついちまってここに隠れてるんだ。俺はここで見たことは誰にも言うなよ。あ、なんかすげえ、なんかいる。僕、暗がりさん、薄暗いところが大好きなの。え、この町には地下があるからそこへ行けばいいじゃないかって。うん、地下はじめってしてていいよね。でもそこまで行くのに太陽の光を浴びちゃうの嫌だな。家を出る、家よりもいい場所あるけど家出るのはもっとやだみたいな感じか。あ、星のかけらあった。え、これどこに繋がってるの、これ俺どうなってるの、これ。え、これ、これ何、どうなってるの。あ、こんなところやっぱりあったんだ。なんかさ、一瞬だけさ、なんだろう、こう見るとおかしいんだけど、なんだろう、一瞬だけね、変な感じになったんだよ、さっき。俺の目がおかしかった。で、あ、業者人、業者人。お前だよ。アクロバットわかる？売ってるかな？ピキョロン D、エンブレーム W、ハンマーだけよ。テレサの服。え、ね、これ。ハンマーの攻撃が1アップするが、その代わりジャンプが使えなくなる。それはきついな。ピッキョロン D、マリオが攻撃するとき、ピーチ姫の声がするようになる。エンブレーム W、マリオの服と同じ色になる。へぇー。あー、でもちょっとお金がな。テレサの服強そうだけどな。これ、消耗品だろ、多分。お金がない。残念。で、看板看板。グレートゴンザレス選手、チャンピオンの座を突然返上。せっかくのベルトを捨てるなんて。ああ、それはニュースんだろうな。ラカコーナー、グレートゴンザレスは強い。初代プリンスマッシュ、初代チャンピオンのプリンスマッシュよりも強い。絶対強い。格闘技ファン。過激派にならないでおくれ。あ、ちょっとアイテム補充って言おうとしたら。この間はポッコリ村へ行って奇跡の羅針盤のパーツを一つ手に入れたんだ。いやー、あれは手に汗握る冒険だったよ。その時の僕の話を聞きたいかい？ただちょっとばかり長い話になっちゃうけど。じゃあ聞くか。じゃあどの話にする？ポッコリ村の冒険。話すと長くなるんだけどね。船でミルフィーユ大陸に到着した僕たちはポッコリ村へ向かったんだ。ポッコリ村に着くとなんだか様子が変なんだ。村長さんの話を聞くと、この村はジャイーダという大蛇の怪物に支配されてるって言うんだ。ジャローダ見て。怪物は村長の娘のムースを生贄に差し出せって言ってるんだって。もちろん僕はジャイーダ大臣に名乗りを上げたよ。生贄は花嫁姿で送り出す決まりらしいから、僕は花嫁衣装を着て敵の目を欺き、まんまとジャイーダのアジトに乗り込むことに成功したよ。僕の花嫁姿、兄さんにも見せてあげたかったな。それはもう、ちょっとしたものだったよ。アドバンスのさ、マリオ&ルイージ RPG でもさ、ルイージがピーチ姫の衣装着るときあるけど、何？お前、女装趣味なの？ジャイーダの前に踊り出ると、奴は尻尾にも頭がついたとても恐ろしい姿をしてるんだ。尻尾も頭ついてるの？二つ顔がついてるってこと？へぇー。でも僕は負けないよ。ジャイーダの二つの頭を上手におびき寄せて、ジャイーダが牙を剥いて襲いかかるその瞬間、素早く身を翻すと、ジャイーダの二つの頭はお互いを飲み込み合ってくるんと消えてしまったんだよ。で、その、ウロボロスの輪的な？ジャイーダが消えた後にはキラキラ光るプレートが落ちていて、それは奇跡羅針盤のパーツの一つだったんだ。大前にパーツをはめ込むと、羅針盤の東にある、羅針盤は東にある島、サーキットを示したんだ。すぐに村を出ようとしたんだけど、村長は僕に村に残ってムースと結婚しないかって言うんだ。でも僕たちは次の日の朝、こっそりと村を出発したんだ。だって、僕はエクレア姫を怪物、クリキングから助けなきゃいけないからね。実は奇跡の羅針盤が行き先を示すとき、誰かの声が聞こえるんだ。とってもとっても澄んだ声で、耳元で囁くように聞こえてくるんだ。これは多分エクレア姫の声だと思うんだよ。胸がすごくドキドキするんだ。僕は多分エクレア姫のことが。こうして僕は再び船に乗って、なんとかこのゴロツキタウンに帰ってきたというわけさ。これが今回の冒険なんだ。お前誰や。僕はポッコリ村から来たボム兵チェリーダボム。ルイジさんの花嫁姿はもう二度と見たくないんだボム。それは恐ろしくて。正直、大蛇のジャイーダよりも恐ろしかったボム。
僕にはルイージさんが花嫁姿になろうとしたら止める義務があるボム。これ以上不幸な人を増やさないためにもルイージさんについていくボム。お前そんな正義感を持ってルイージについてきたのか。くじ当たってる？はいはいはい。今日の当選番号は7595。当たってない。キノコくれるんでしょ。ありがとう。明日も来るボム。オッケー。でさ、俺が気になったのはこれだよ。これだよ。なんとかしてここに入ればいい。あ、入れる。入れた。あら、お客さん、こんなところに入っては来られません。困ります。え、私のことを知りたいの？私はこの遊戯場の任されてる場にいてるさ。この遊戯場のことなら何でも知ってるから、わからないことは聞いてね。もっとプライベートなこと？もうしょうがないな。年は18歳なの。好きな食べ物はハニーキノコよ。あとは秘密。ミニゲームのランキングですごい記録を出してくれたらもっといろいろ教えちゃおっかな。うまいな。こいつ客商売というものを分かってるな。あ、そうなの？18歳なの？ 18 歳でカジノで働くのってどうなの？そういうこと言っちゃいけないな。そういうこと言っちゃいけないな。で、アイテムは、アイテム袋増やせるんだね。欲しいな。それはそれで欲しいな。どっかで取りに行かないと。で、ちょっと回復だけしてきます。あ、僕の名前はキラロ。星のかけらを集めてるの。たくさん集まると嬉しいな。おじさん、星のかけら持ってるんだったらバッチと交換するよ。交換しようよ。ということで、ちょっとね、ちょっと地下探索し直そうかなと思って、薄暗村の入り口は見つけてるんですけど、ちょっとね、壊せる場所あったじゃん。回転ハンマーで。で、ちょっとそこ行こうと思ったんだけど、先にこいついたわ。で、あ、お、素早く変わる、ある。交換はできるね。あ、これはいる。これはいるよ。素早く変わるは絶対にいる。BB7 めっちゃ増えてんな。でも12、オッケーオッケーオッケー。どうしようどうしよう。これと、HP 見える、フラワー節約、あ、P って分かれてるんだ、今回。いや、いるよ。これもいるよ。あ、フラワー節約は BP4 になってる。たらまああれか。仲間と自分で分かれてる感じか。いやー、ちょっとね、待って。一回外そう。全部外して。内装で防御は間違いなくいる。で、次々と地震アタックどっちだろうなー。どうだろう。とりあえず次々にしとくか。今のところ次々でいいや。で、素早く変わる。これはいるわ。7使っても絶対いるわ。まあ、今すぐいるかって言われるとちょっと怪しい部分はあるけど。で、ガツン殴りはいるかな。ガツン殴りも必要だわ。で、うん、ガツン殴りと次々ジャンプで。あと、まあ、どうしよっかなー。チャージ？え、ピンチでラッキー。いや、だったら、次々はず、いやー、次々はいるよ。次々はいるって。地震アタック欲しいけど、しょうがないから、チャージ P つけとこうか。とりあえずこれでいいや。で、次 BP 増やそう、さすがに。素早く変わるはね、必須だと思う。これは絶対必要。てかね、実況的に必要。クリスチーヌをどうしても使いたいじゃん。で、クリスチーヌ使うとさ、次のターンさ、交換で一旦使っちゃうからさ、これは間違いなくいるわ。オッケーオッケーオッケー、ありがとうありがとう。で、あと、そうそう。どこだっけ？どこだっけ？忘れちゃった。あいつだよ。あそこ、あそこ。あそこしか、あれ、あれ、あれ。あれだよ、あれ。これじゃねえ。あれ？これ行ったっけ？違う違う。ちょっと待って。もうね、いろいろ行きたい場所あるんだよ。あのさ、プニ族たちの入り口あるじゃん。プニ族のさ、行ってたところのさ、これ違うわ。プニ族たちが行ってた場所の、プニ族たちが行ってるやつの、ここじゃ、これでも、これどうすればいい？これ無理じゃね？これクラウダさんとかで飛ばしたらなんか出てくるかな？なんも出てこねえよ。
まあいいや、プニ族たちがいたところの場所にあったやつ。あ、これちげえ、ここじゃねえわ。ああごったごたになってる。プニ族たちのところ行こう。どこだ？ここ、プニ族たちが行くところにあった回転ハンマーで壊せるところと、どっか横、どっか左に行った時にあったはず。ここもだっけ？ちょっととりあえず一旦。アマコを乗せろ。どこだっけ？どっかにあったよね。ここだっけ？あ、ここだ、ここだ。これこれ。これがまず壊せるよね。これ乗れるじゃん。あ、あるやん、シャイン。で、これで一個と、もう一個、ここにあるわ。なんだこれ？どこだ？うい。これなんだこれ？どこの土管だ？まあ、右からかな。これさ、なるほど。めっちゃ近くに、あ、やっぱりこういう村経由土管があるのか。久しぶり。ほら、ほら、メールくれるレベルだから連れてきてやったぞ。どこだろう、早く一人前になって帰ってきてね。どこだろうよ、お前がどこにいようとお父さんはいつも応援してるぞ。ありがとう。これ取れるやん。これ間違いなく危険でパワーでしょ、これ。危険でパワー。危険になると攻撃力5アップ。あは。まあ、ワンチャンさ、仲間 HP1 で待機させといてさ、超ひでえことをするんだったらさ、クリスチーヌ1で待機させといてさ、仲間クリスチーヌ以外にしてさ、クリスチーヌ、出させて連続続きでぶっ放すっていうのはありかもしれない。ある意味ありかもしれない。もしくは、チビヨッシーも HP1 で固定させといてさ、チビヨッシー HP で1固定にしといて、ヒップドロップで、多分あれ、低くなってくんだろうから、6、5、4、3、2みたいな感じで低くなってくんだろうからさ、結構強そうな気がするけど。あ、でもパワープラスと同じ扱いか。パワープラスだったら初手だけか。で、ここは、あ、不思議な森に来たか。あ、そういえばね、不思議な森のショップがどうとか、そういうあってんの。ちょっと探してきますね。どこから行けるんだろう。あ、なんかプニコと遊べる。マリオさんが問題出してプニコに答えられない謎なぞないんだから。プニコが答えられるや、写真問題出してあげよう。マリオ、ルイージ、バッテンダーが、マリオが、大きな大好きなちょめちょめな、ちょめちょめな、亀は人は我々は我々は誰だなんだナームさん。何それ、プニコ問題の意味がわかんないよ。何かつまんないな、謎のおしまい。オッケー。ごめんごめんごめん。簡単な問題ね。マリオが大好きな人は誰だ？これだよね。マリオが大好きな人、へへー、プニコ知ってるもん。マリオはビーチ姫が好きなんだよね。うん、当たりでしょ。へん、やった。プリコに答えられない謎のじゃないんだよ。楽しかった。遊んでくれた俺に、はい、これあげる。不思議な卵。プニコがくれた何かの卵。え、これ模様的にさ、プニ族じゃないの。え、プニ族の卵くれたよ、この子。卵、卵どっから見つけてくるんだろうね。これ通れるし。これさ、ちょっとお店気になるな。どこにお店あるんだろう。あっ、あああったあった。これわかるかな。ここね、吹いたら剥がせるわ。これじゃね。なんかね、いろいろプニ族の話を聞いたらね、なんかこの辺だよっていうのを聞いたんですけど、あったわー、プーニンの店。何こいつら。
この店は目立たないから、奴らから隠れるにはもってこいなんだ。俺はずっとここにいるつもりだぜ。え、もうあいつらいないのかい？俺としたことが情報や型なしだな。ポイントか。キノコ、ハニーシロップ、ミニミニ、何が起こるかな？氷の息吹。すべての敵に3ダメージを与え、さらに敵を氷にする。何これ？ちょっと強そう。1枚分かった、こう。で、何これ？スイートルチルル。敵に5ダメージを与えて、その分自分の HP を5回復する。あ、すげえ、キノコの上位互換みたいなものがある。あと何これ？ミニミニくん。へぇー。ここが、こんなところにあったんだね。オッケーオッケー。見っけた見っけた。よかったよかった。こんな感じで見っかるとは思わなかった。結構ね、だいぶ探したよ。だいぶ探した。ああ、あったあった。これこれこれ。これをね、壊したいって言ってたんですよ。何がある？あ、やった。星のかけらだ。あ、これでね、ジャンプ台ですぐ行けるようになったのか。ああ、なるほどね。千年扉に行くとき早くなったよって感じか。確かにこれは早いわ。毎回さ、毎回、ほら、紙飛行機で飛ばなきゃいけなかったのが、便利になったね。よし、とりあえずちょっとこっち戻ってきて、チビヨッシーの、あれあげよう。ランク上げちゃおう。ちょうどシャインも一個手に入ったし。うい、ヤマコー。ミニミニにする技、ミニミニ卵を使えるようになる。オッケー。うーし、ランクアップ。かわいい。これで、お、チビヨッシーの HP20 になった。これはいいんじゃない？で、ミニミニ卵か。へぇー、結構強そうな。ミニミニ状態がさ、俺今のとこどんな感じかわかんないんじゃない？まだやってないから。あ。これはいるな。これだけちょっと買っておこうか。キラキラ落としちょっと欲しいわ。強えからな、シンプルにこれ。アクロバットわかる、いい加減欲しいけどな。ノロノロ歩くって、これもあれかな。12枚。あ、ビビゼラ。これはあれだわ。これはいらねえやつだわ。またゴミアイテム買ってんじゃねえかよ、俺。まあいいや、しょうがない。お金変なものにしか使ってねえな。よし。じゃあ、これで、ここだね、薄暗村。薄暗村入り口。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバーイ。